はい、皆さんこんにちは。ゆうカフェのゆかです。今日はすんちゃんがね、すごい綺麗なところを探してくれて、お家からはね、だいたい20分ぐらいかな、かかるとこなんですけど、地図はこの辺に出しておきます。で、すごく畑のど真ん中にあるみたいな感じ、すごく落ち着いてて、ファームって感じ、ザ・ファームみたいな感じで、名前はソンダンナムっていう場所で、こちらです。じゃーん、コーヒーとチャモンエイド、レモンエイドと、あとグレープフルーツエイドって書いてあります。お庭もね、すごくしっかり整理されてて、すごいお庭が広くて、中も植物でいっぱいで、すんちゃんと私のすごいタイプなお店でした。私たちはちょっと今日コーヒーが飲みたくて、ここはハーブティーとか、あとエイド系が多分有名だと思うんですけど、私たちはコーヒーのメニューを頼みました。皆さんももしチェジュに来たら、こういうとこに来てみてください。おすすめです。寝転がっちゃったの？寝転がっちゃった。乗っかってきた。そこに寝るなよ。なに。どうですか？あ、すごい好き。好きです。私主婦になるんですから、こういうの大事です。こういうの一回見て。チェックして。そう。育てるか。そっか。どうですか？今日ありがとう、すんちゃん、グッチョイス。大体のものがいっぱいありすぎて、ここはすんちゃん植物好きだから。そうですね。これ見てよ、黒だって分かんない、まだ来てないけど、好きなのをとりあえず選んで、なんかサボテンも一個買いたいし。サボテン、でもここは元気なの。もう全然違う。草というか植物がね。そうそうそう。ここ海の近くやったら完璧やったね。でもなんかこのファームな感じがすごいいいと思う。綺麗。このお店の人がレッドキウイをくれました。いただきます。すげえ。何やってんの？なんでこんなこれいっぱいあんの？あらららららら。見て。すごい。いっぱいいる。見けた。はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ。アンニョン。